福岡県弁護士会の今年度の会長に就任したのは徳永豊武氏です。徳永会長は福岡市出身で、1998年に福岡県弁護士会に登録しました。今年度の抱負として徳永会長は特に教育問題を取り上げ、学校で起きているさまざまな問題に対処したいと述べた上で、現場の声を聞き、ニーズと弁護士を結びつける活動を行っていきたいと語りました。